それでは一つ目の質問です。めちゃくちゃやる気あって行動するときと全てから逃げるときの境目しく、毎回最後の詰めが甘いんですがどうすればいいでしょうかってことなんですが、これね、大体ですね、行動実はしてない人のですね、行動してない人がたまに自分が行動できたときのことにですね、すがりついて言ってるだけのやつですね。はい。そもそもですね、最後の詰めが甘かったら最初の行動も無に帰しますんで、やる気があるときには行動できるんだけどって人はですね、やる気があるときにフォーカスするのやめて、やる気がないときにどうにか合格点を取る方法を考えた方がいいと思います。大体の人はやる気があると俺できるんだよねって言ってる人は、完璧主義とですね、自分の体験の中で都合のいいやつだけピックアップするっていう、でそれで自分はやる気があるときはなんとかなるみたいな風に思っちゃうっていう、まあそういうですね、たまたま出た当たりみたいなのが自分の実力だという風に勘違いしてる人が多い、こういうことを言うので、自分の実力はやる気がないときの方実力だと思ってください。で、やる気がない自分を計算して、最後の詰めまでたどり着くように計算していって、やるしか、ないですね。だから要するにあれなんですよ、やる気があるって思ってる人って、やる気があるからやればできると思う。普段怠けたりとかするんですけど、やる気があるときは奇跡が起きてるだけで、やる気がないときのが自分の実力です。そしたら自分の実力が低いんだったら、他の人よりも長く時間をかけるとか、早めにスタートするとか、長く時間かけるはできない場合が多いので、早くスタートするってことに振った方がいいと思います。はい、言い訳をやめた方がいいですね。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。